はい、皆さんこんにちは、今夜も始まりました城太郎ライブ。今夜はですね第62回、はいね、となります。はい、今夜のゲストはねすごくお綺麗な方を迎えております。ありがとうございます。現代日本画家の大竹ひろ子さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんだかやっぱりあれね、華やかでいいね。そうですね、絵面が。あの先週が源斎先生と加納さんだったので男だらけの渋い感じでした。はい、もうがらり変わって華やかなジョトロライブですけれども、はいはい、あの大竹さんのプロフィールをご紹介させていただきます。はい、あの古典を基礎にした日本美術に関する深い造形と岩絵の具や箔を使った技法の作品で、東京、パリ、ニューヨークなどを舞台に国際的に活躍している、現代日本画家でいらっしゃいます。でその活動は、ファッション界やジュエリー、北欧家具、食品など幅広いジャンルとのコラボレーションを展開されて、ご活躍中です。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ね、先生、大竹さんなんですけれども、はい、はい、ちなみに先生と、大竹さんの出会いは、はい、あの伺ったらの7年ぐらい前なんですよね。そう、結構前なんですよね。そうですね、結構前ですね。ニューヨークに住む前に1年くらい前に、あの友人の紹介で、はい、あのもともと着物はとても好きだったので、うんうん、あの友人の紹介で城太郎さんのショーを見に行かないって誘っていただいて、うんうん、それで着物を着て、もうその時着た着物は本当に結構私が着物着ると銀座のママみたいにいつもなるんですけどそんな感じで訪問着やったよね。はい、訪問着で最初見に行かせていただいたら、はい、本当にかっこいいショーで。ありがとうございます。まあ嬉しい。そうなんですね。ニューヨーク住んでたんか。そうですね、どのぐらいやったっけ。あの丸1年間文化庁の派遣で。え、あ、そうなの。あ、そうなんですよ、うん、文化庁の派遣で。はい、なんか新進芸術家海外派遣制度っていうのがあるんですけど、うん、なんか資金的にサポートしてくれる。資金的にサポートしていただいて1年間持ってました。いや俺ねニューヨークね、うん、行ったことないの。あ、そうなんですか。そう、行ったことないのっていうと大体クリエイター仲間っていうかね行った方がいいよみたいな、うんうん、なんかレディーガガさんに着物を。そうそう、それは日本でしてた。そうそうそうニューヨーク怖いんでしょ。いや全然怖くないですよそうすごい。いや俺行ったことないんだよ。だからやっぱりね、行ったら刺激的でした。あ、本当に刺激的ですね。はい、で逆に本当ニューヨークに住んでる間に着物を着る機会が1年に4回5回ぐらい。あ、逆に向こうの方が。そうですね、なんかより日本っていうものを意識するようになりました。なるほどなるほど、うん、でみんなよく言うよね、やっぱ海外行くと、うん、日本っての、 その文化とか伝統とかルーツが残ってることがやっぱり素敵なこととか気がつくとかね、うんうん、そうですね、うん、あの先生コメントで皆さんこんばんはとご挨拶いただいてるんですけど、うん、はい、んん、うん、涼子さん、先生もう少しでお誕生日おめでとうございますと。あ、もう少しでお誕生日。そうなの。誰、涼子さん1月29日ですね。いい肉の日。涼子、はい、どの涼子かわからないけどありがとうございます。ね、おめでとうございますと。1月のね肉の日なんですよ。29日。はい、だから今日今何日や？自分の6か3日後か。はい。そうなんですよ。おいくつになられるんですか？忘れました。そこはもう、そこはもうの。ですね、じゃあ。そうなん、アクエリアス。はい。私ももうすぐ誕生日なんですよ。え、マジで？マジで近いですね。え、いつの？私2月3日なので。あ、すごい近い。じゃあ一緒に誕生会とかしちゃいますか？そうですね。ね。ちょっと離れてるね。あれのことないか。終わってるやんか。1月20日、はい、終わってるじゃん。ケビンさん1月20日もう帰るつもりやなあら、ちょっと暑そうなんだ。2月3日って節分じゃん。そうなんですよ、節分です。うーん、あら、なんかたまたまな話題になりましたけどね。節分ってすごい思い出あるね、はい、俺なんかそんな話しちゃっていい？そんな してください。いい話。いやいや、いや全然いい話じゃない。悲しい話。いや悲しい話じゃなくて、あんまりでも面白くなりそうにないから。じゃあやめとき。やめとこうか。まあ節分祭、節分のお祭りがあって、はいね、毎年そこへね、なんかね家族と行ったっていう話。うん、
なんか聞きたいような聞きたくないような話な気がしました。でも何かの日だと忘れられない感じなんで、うんうん、いいですよね。そうですね、覚えやすいですよね。覚えやすいです。じゃあでもやっぱりあれ、うん、豆まきとともに誕生ケーキも食べた感じ。昔は。そうですね。でも弟が1月25日誕生日なんですよ。近い。あ、近い。近い。うん、で、大体だから同時に開催されるっていう悲しい、悲しい思いっていうか。あ、悲しいのかな。家族あるあるですね。家族あるあるですね。あ、そうかそうか。あら、先生なんかすごいあれですね。気遣っていただいて。今日ね、髪の毛染めてきたの。気づきましたよ。気づいた、はい、ちょっと赤っぽくなり、そう、ほら華やかな人が隣に来るからさ、今日、はい、気合い入れちゃったんですね。そう、気合い入れちゃった。コメントでぜひ丈太郎の髪の色、何色入れたか、まあ、見たままが映ってるかな。何色ですか。え、ピンク。ピンクに染めました。ピンクをね、入れちゃいました。はい、ちょっとコメントでまた感想をお寄せください。はい、で、いきますね、次。まあ、はい、先生と大竹さんのお出会いとしては、うんうん、まあ、そういう、僕も勝利ね、はい、そこからまたね、交流がつながりまして、うんうん、で、まあ、今回こうして出ていただきますが、大竹さん実は銀座シックスで今個展を開催中なんですよね。そうなんですよ。本当に毎日のように結構、はい、夕方からですけど、はい、銀座に来て、こちらにも何度か期間中ありがとうございます。あれよね、はい、銀座シックスの、はい、ギャラリーといっても一番区でも一通りのあるところっていうか、そうですね、5階にギャラリーが何個かあるんですけど、その一つで、うんうん、スターバックスさんの隣というか、まあ、はい、うん、でもこれ蔦屋さんがやってるんでしょ。あ、そうなんですよ、蔦屋外屋さんがやってます、うんうん、はい、そうですね、もうスタバからもう、はい、もう見える感じで、そうですね、うん、はい、エスカレーターがあってすぐ見える感じになっていて、はい、なんかいつもやっぱりギャラリーで個展とかグループ展することが多いんですけど、うんうん、やっぱりどうしてもこう絵画のグループ展、まあ、美術ので、うんうん、こう行く人が限られてくるというか、うんうん、ギャラリーに行こうと思って行く人が多いんですけ ど、うん、そうですね、今回本当にもう全然知らなくてもこう通りすがりの方とか、うん、ふとなんか足を止めていただいたりして、うん、なんかすごく新鮮、こちらも新鮮な感じで嬉しい。いや、僕も見に行きましたけど、やっぱりガラッと雰囲気変わってると足止める人多いんじゃない、はい、ありがとうございます、うん、モチーフもちょっと入り込みやすいよね。今映ってるやつ僕も見に行って、あれ本当の羽でしょ。あ、そうなんですよ、今回初めて、はい、リンプンのモルフォか、はい、モルフォ蝶、モルフォ蝶だったり、うん、他の蝶だったり、あれ本当の羽を貼り付けてるってこと。そうですね、貼り付けてる感じです。蝶太郎先生は作品をご覧になって、いかがでしたか。蝶々ってエレガントで、はい、女性らしいこうイメージがあるじゃん、うん、はい、なんか大竹ちゃんなんか、大竹ちゃんってごめんなさい、大竹先生なんか、いやいや、大竹ひろこちゃんなんかは女性らしいし、はい、まあエレガントだし、うん、でも意外とその作品見ると、うん、結構どうだろう、どの言葉がいいかな、割とアバンギャルドだったりとか、うん、ちょっとこう儚いというか、ちょっと破壊っぽいところもあって、破壊、うん、ちょっとなんかそういう、うん、ちょっと他の作品も見てみましょうかね。うん、だからなんかちょっとハッとさせられるっていうか、はい、うん、ただ綺麗なものがいっぱい飛んでるとかね、可愛いものが集積してるとかじゃなくて、うんうん、ちょっとドキッとさせられるよね。大竹さん、ちなみにこの今画面に映っているこちらの作品は、はい、どんな思いで作られたんですか。そうですね、この作品、あ、ブルーの方ですか。うん、ブルーの今こちらね、はい、ブルーの作品はプシュケっていう題名なんですけど、古代ギリシャ語でプシュケっていうのは蝶っていうんですけど、うんうん、同時に魂っていう意味があって、うん、なんかそれを知った時に同時なんですけど、ちょうど 3.11 のチャリティーイベントに参加している時で、うん、蝶を魂と見立てて、うん、蝶が魂となって空に浄化していくような気持ちで描いた作品です。結構大きい作品なんですか、あれは。これはなんか見た感じ大きそうだ。そうですね、縦が60センチぐらいですかね。ああ、そうか、そのぐらいか、はい、もっと大きいように思えた。そうですね、確かに、うんうんうん、
あの岩もう皆さん、こういうのは、はい、これ上に置いてるわけじゃないね。これ上にあります。 あるんだね、うん。リエちゃんさん見ました、すごく素敵でした。あ、見たの、はい、ありがとうございます。ね、なんかそんなに大きいスペースじゃないけどちょっと目を引くよね。そうですね、あの今回特にあの壁紙をもう自分で作ってるんですけど、はい、壁紙を貼ってその上にこうランダムに、うん、なんかヨーロッパのお家みたいな雰囲気で、あのかけさせていただいてるので、うん、あのホワイトキューブっていうかギャラリーみたいに真っ白な壁で、うんうんうん、ポツンポツンってあるよりこう作品点数も多く受けますし、うん、あ確かにそうだ、なんかちょっと目を引くような感じを狙ってやってみました。うん、画廊とかね、うん、そういうところに行くと確かにホワイトキューブがバック当たり前でね、うんうん、でも確かにそういう意味ではあれなんかな、こう作品というより空間の一部みたいな感じの方が、そうですね、やっぱりどこの展示にしても、うん、その空間を先に見に行って、うんうんうん、ここではこういう作品を置こうとか、うん、そう結構イメージしてから描いているので、今回は結構小さめな作品だったり、ーテーブルがあったので、うんまあ、この今映ってる作品も少し小さめなんですけど、うんうん、まあ、あの 本物の蝶の羽を使った作品たちうん、はちょっと標本のようなイメージもあるので、うん、卓上に置いてみるのも面白いかなと思ってこういう作品を多く出してます。そうだから、うん、可愛いんだけどなんかちょっとグロいとこっていう言葉がちょっと、ね、正しいかどうかわからないけど、うん、ちょっとなんかそういう毒ついたとこもあって、うん、そうですね、なんか綺麗だけじゃないこう、うん、やっぱ大竹ひろこ氏が、はい、やっぱりそういう心の闇をそうです、ね、ドロドロです、ね、ドロドロで、いや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 、あのただその大竹さんのこうあの物事を捉える視点がね、そのなんかすごい深い哲学を持ってあの蝶やこういった花をあの取り上げられてるっていうのはこうなんか見た人がこう感じるものに込められてるのかなみたい な、うん、なんかそうでも随分あれどうかな、西武の池袋も俺見せねえ、そうですね、はい、あれ随分前ですよね、あれそうですね、ちょうどニューヨークから帰ってきてすぐで5年前ぐらいですかね、うん、でも一貫して蝶々のモチーフがあれじゃん、うん、そうですね、あのその蝶々は、はい、なぜなのって聞いていいのかな、あ、もちろんです、うん、蝶々を描き始めたのは大学院の頃なんですけど、もう15年ぐらい経ったかな、うんうんうん、あのまあ蝶だけじゃなくてあの本当に全くモチーフのないアブストラクトされた作品もあるんですけど、うんうん、その中で蝶はかなり、まあ、メインテーマとはなってるんですけど、あの最初に完全変態っていう作品を、うんうん、ごめんなさい、すいません我慢しようかなと思ったけど無理やった、すいません、ごめんね、完全変態、完全変態っていう、はい、あの生物の完全変態系っていうのがあるんですけど、蝶々があの一旦幼虫からサナギになって、うん、それでサナギの中で一旦液化するんですよ、ドロドロになるんですよ、でそれからあの成虫の蝶になるっていうので、うん、まあ、なんとなくこうサナギになってっていうそうなのは知ってるけども、サナギの中でドロドロになるっていうのは結構衝撃的だったし、そういうあの変化していくっていう、うんうん、まあ、ものの象徴として蝶っていうのが使いやすいなっていうことで、なんかその頃やっぱり大学でこう葛藤しながらこう自分自身成長していきたいっていう気持ちと重なってなんか書き始めたんですけど、その後にまあプシュケっていう言葉に出会ったり、あのもう他の作品ではバタフライエフェクトっていう名前をつけてるんですけど、まあそういうあの科学者の論文のテーマがあのバタフライっていう名前がついてたりとか、なんか調べれば調べるほど、うんうんうん、こう面白いことが発見が多くて、それで今に至るって感じですね、うんうんうん、なるほど、あの日本の文様でもさ、はい、蝶々というのはね昔からアゲハとか、はい、あのそういうものもたくさん、家紋とかもそうだ、家紋でもね、あるし、うん、であの大竹さんはその、まあ、あの絵画もそうなんですけれども、実は帯も一度作られたことがあるんですよね、は
はい、その写真が、はい、今出てますが、はいはい、こちらの帯は、大竹さんのデザインで、ね、なんと着物は丈太郎。はい、ありがとうございます、はい、僕の着物に合わせていただいて。そうなんです、もうこれ初めて買わせていただいた。ねえ、そうですよね、ご縁いただいて。あの婦人画報に掲載された、はい、お写真ですね、こちらは、はい、はい、この帯の後ろの姿を、はい、ご覧いただきますが、はい、ここに。これ折り帯？折って全部作ってあるの？染めですよね。染めで、あの染めの上に手書きで職人さんがに書いていただいた。で、あの私の作品を全くなぞってもらって書いていただいたって感じですね。うん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 、なるほど。ちょうど大竹さんが帯を作ろうとされた時に丈太郎の着物に、まあ、ちょっと、まあ、そうなんですよ。ちょうど帯を作るっていうことで、あの丈太郎さんも東京にたまにいらっしゃるじゃないですか、うんうんうん、それでそのご相談もしたいなっていうか、なんか、うん、どういう風に作ったらいいかなみたいな。そう言ってたよね。で、相談もしにがてら来たんですけど、うん、そしたらちょうどこの着物があって、うん、もう本当になんか一目惚れして、うんうん、ありがとうございます。あのこの着物を着させていただいて、うんうん、その時に合わせた帯も、はい、なんか蝶の柄がちょうどあったんですよね、うんうん、そう群蝶の群、あ、はい、すごい偶然ですねで、もうその着物に合わせて、まあ、帯の話はその前にいただいてたんですけど、うん、もうそのこの着物に合わせて帯を作ろうって思って、はあ、この色に しましたね。うん、あと、まあ、金を入れるってことは決めてたんですけど、うん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 、紫と金と青とってすごく相性がいいですし、うん、着物自体にも 金っぽい黄色が入ってますし、うんうん、もう本当にイメージにぴったりで、なんか先生の出会いって感じです。着物に寄せて、うん、はい、寄せられて。でもなんかそのまあそうよね、こういうのを聞いて。なんかね、まあまあコラボっていうのは簡単、いつでもできるんやけど、うん、なんかでも彼女自分でも着るし、はい、なんかこうね、大竹ひろ子の帯とか着物とかなんかね、うん、制作するようなね、うん、なんかお手伝いしても面白いかもね、うん、なんかふとこうやっぱひらめくところはね、うんうんうん、なんかいつでも言ってくださいね。いやもう本当に やりたいですね、うん、やっぱね、普段あのでもやっぱり神話性があるから、割とその夢みたいに昔からそのモチーフでも蝶々があるし、うん、はい、あの僕俺も蝶々モチーフはねしょっちゅう、そうですね、どちらかといえば使うし、うん、でも本当にその時に蝶々の帯を作ろうかなってあの相談したら、うん、やっぱり着物の業界の中っていうか伝統的には蝶々って割と子供っぽい蝶が多い傾向にあるから、なんか大人っぽい蝶だと面白いよねっていう話はヒントをいただいて、僕らも蝶々使うときはやっぱり少しそのわざと蝶々に見えなくさせるとか、大蝶とかね、あのものすごく大きい蝶々にして一見すると、なんか反物の場で時はまだ蝶々に見えるんだし、立て上がると全然わからないみたいにしたりとか、あのね、蝶々の柄の帯とかいうとなんかこうわらべの帯みたいなね、うん、なんかイメージがありますよね、うんうん、やっぱ振り袖に合わす帯とかいうイメージがあって、うんうん、まあ、あくまでイメージよ、うんうん、なんかでもそういうイメージがあるからこそちょっといじると面白いみたいな、うん、そういうところもあるし、あ、そうですね、なんかお二人が、まあ、クリエイターとして共通してるかなっていうのは、やっぱいわゆるをそのまま表現せずに少し変えたり、うん、こうちょっとあの今まで通りを守るよりも変えていくとか、うん、変えることに意味があるとか、うん、ちょっとかけさせるとかね、うん、なんかほら言うように彼女ね、エレガントだし繊細なイメージがあるし、うん、もちろん繊細な作品なんやけど、はい、ちょっとどっかその、まあ、完全変態の話であるとか、うん、なんかちょっとこう、うん、なんかね、まあ毒怪我という言葉がいいのか、どんな言葉がいいのか、ちょっと今言葉選びにあるけど、なんかこうちょっとそういう闇的な部分もなんかあるところがなんか面白いというか、いうようにハッとさせられるというかね、なんかそういうものをちょっといろんなアイテムに落とし込むのも面白いかもね。そうですね。だからなんかこう
当たり前の蝶々じゃないから、うんうん、みんな連想させるんじゃない、か壁紙を作って、うん、そこに作品置こうよとか、うんまあ、普通だったらね、うん、ギャラリーなら言うようにホワイトキューブの中に、うん、額に収めておくって感じだけど、うんうんうん、そういうような連想させるんじゃない、彼女の作品は、うん、壁紙も作ってそこに貼った方がいいとか、うん、僕もあ、帯でも大竹ひろ子が作る着物があっても面白そうっていう気にさせられるっていうか、うん、あ、なんか見てみたくなりますよね、うんうん、嬉しい、うん、だからどんどん広がっていくんじゃない、なんかコラボとか、そうですね、うん、あのコメントでりえちゃんさんが、うん、素敵な帯ですね、好きですというあのコメントをいただきましたし、あと日だまり J さん、はい、帯の色と深い ターコイズブルーがとても合っていて素敵ですと、うん、ありがとうございます、はい、ね、でも昔ね、親父、昔、本当に昔結構有名な書家の方とか、うんうん、要するにうちの工房の装置を貸してっていうことで、うんうん、はい、そこで帯描いたり着物衣装でザーッとこう描いて、うんうん、その作品を作ったりもされてたりとか、まあそのうん、その装置を、装置というか、まあ、染めるのにはほら場所もいるし、うんうん、あの虫とか水物とかそういうのもあるから、うんうん、そういう形でまあ、サポートじゃないけど、じゃあどうぞどうぞっていう感じもやったこともあったりとか、うんうん、そういうのもね、はい、やっても面白いかもしれない、うん、ね、はい、あのちょっとここで即興コーデいきたいと、そうなの、はい、はい、あの着物の話いろいろしたので、うんうん、ちょっと着姿も見たいなということで、はい、今日何回2回するの、今日は分かりません、あの状況でやりますのであ、そうなの、はい、ということで、うん、お席をちょっと動かします、はいはい、はい、あね、生放送でね、もう手作りなので、はい、ちょっと私自ら動かしますので、すみません、はい、あ、太田さん、すいません、ありがとうございます、よいしょ、はい、あ、ありがとう、あ、もう着る気満々のスタイルでありがとうございます、はい、今日テーマなんですけど、うん、はい、あ、どうしましょう、そうなんですよ、今年のコレクションで、はい、あの虎の柄、はい、の帯をお見かけしたんですけど、はいはいはい、これはもうすごいかっこいいなと思って、ありがとうございます、結構ね、はい、話題にっていうか、はい、なっていただいた帯なんですけど、うん、を使ったスタイリング、はい、を使ったスタイリングをお願いしたいと思います、はい、虎の帯を使ったスタイリングですね、はい、はい、うちのこの前のやつ言うのね、はい、そうか、はい、わかりました、はい、大竹ひろ子をどうしようかな、トラマ帯で、うん、あの帯、やっぱりこう目に留まる方が多くて、そうですね、なんかそれこそ虎なんですけど、はい、さっきほどおっしゃったように蝶々を大きくしたりし、うんうん、するじゃないですけど、はい、なんか本当にうまくデフォルメされてて、うん、なんかデザイン的で、でもまあ、トラってわかるし、かっこいいし、うん、まあ、トラ同士ですし、あ、そうなの、いや、今年、あ、今年ね、びっくりした、そうね、それもたまたまだったんですか、先生、そうそうそう、実はトラ同士やからという気は全然なくて、うん、そう、実はこれどこのトラかというと、実は、うん、あの、うん、大阪城にね、天守に実はモチーフで大きなトラが貼、はい、ってあるの、はい、で実はそのトラがすごく可愛く、可愛いことに気がついて、うん、それをちょっとモチーフにして、そうです、うんうん、でも日本画でも虎ってすごく昔から書かれているモチーフだから、すごくそういうのもあって親近感があって、あ、昔ってあのそれこそ虎がまだ日本に輸入されてなかったから、うんうんうん、猫をイメージ、猫しかいなかった、うん、想像上でね、そう、書いたから可愛かったらしいですね、なるほど、これもでもあのそういう系、そうね、まあ、蝶々と同じくで黄色と黒にあえてしていないんでね、うん、で目だけちょっと色を変えて、あと口とか牙とかも全部一色にしてあって、うん、モノトーンにしてあります、じゃあこれを使った、そうですね、はい、はい、お願いいたします、頑張ります、はい、あ、はい、あの高安さんから虎の帯お似合いになりそうと
もうコメントいただいております、今日は、現代日本画家の大竹博子さんをお招きして、お送りしております。テーマは虎の帯を入れた、コーディネートですね、はい、明廷さんありがとうございます、好きな方だから何でも似合っちゃうけど、はい、先生 の、 髪色に対してもコメントが嘘ピンク意外に意外と落ち着いた色ですね、さらに若々しくいい感じです。そうですか、はい、髪型ピンク色を入れて若返られましたね。今流行りのピンク色のカラーとか、はい、とりあえずね大阪のおっちゃんかおばちゃんか分からないような人に負けはせんといてくれって大丈夫ですよ、もう銀座の美容室で綺麗になった城太郎先生がお送りしておりますが、先生今日羽織珍しいですね。そうなんです、なんかね期待気分でしたか。ちょっとこれでいこうか。はい、これはちょっとこの前アーバンベージュっていうテーマでね、はい、コレクションしたんですけど、その時の作品なんですけれども、はい、細井さん後ろお願いします。そうですね、なんかこう洋服ではね、こうベージュっていうのはなんかこう、うん、ベーシックな基本の、はい、例えばトレンチコートの色とか、うんうん、ね、そういうものにこう代表されるような代表的なベーシックカラーの一つですけども、はい、和装ではね、トントンベージュというとちょっと、はい、うん、そうですね、自分の色です。カラシ色とかはね、そうそうそう、そうなんです。で、都会的な着物を作り立って、うん、ちょっとベージュをテーマにしたその時のコレクションで、うん、これ先生リミットレスじゃなかったでしたっけ、このこの着物は。じゃあどうしようか。でもそこにつながる一枚ですよね。最近先生の中で素晴らしい中村さんのフォロー、 ありがとうございます。またいやで、うん、この八掛けはコードパターンですしね。あ、そうか、うん、そのようですね、はい、まあ先生はこう何の時のこれっていうことを区切らずに捉えていらっしゃいますもんね。そのびっくりしたような仲間、はい、ちょっとなんとかこの場を切り抜けようとしてますけどそうですね、本当に先生、そう、はい、年2回もやってるとね、はい、で基本的にほら着物って同じディティールだから、うん、色柄がね変化になってくるので、うん、新作ではあるんですけども、今中村ちらっと言ったように、はい、そのつながりなんですよね、ずっとストーリーが続いていて、うん、まあ、もちろん終わりのないストーリーなんですけど、その中でこう新しいとか素敵とかを探しながら作るっていう感覚のコレクションを作る方なので、はい、それどうしてもそうですね、だから先生の中では昨年はそのアーバンベージュのようにちょっとこういう着物の中ではこう 種にならないというか、今までなかったこういうお色をちょっと注目されてたんですよね。そうそうそう、あ、清水さんから素敵な着物ですねと、はい、皆さんコメントありがとうございます。ぜひまたちょっと、はい、お寄せください。今日今日のコーディネートは虎の帯を使ったコーディネート。でもちょっと先ほどの虎の帯を見ているので、ここに虎が入っちゃうんだっていう感じもしなくもないですけど、そうですね、はい、本当に城太郎さんの着物が好きなところはこう可愛い、可愛いっていうのかな、女性らしいこういう色合いが入ってるけど、はい、うん、全体的にやっぱかっこいいところが、うん、でもこれもちょっと似てるかもね、花柄で、うん、こんだけお花がいっぱい飛ぶとね、うん、なんかこう可愛くラブリーな感じと思いきやっていう感じで、地の子の模様も素敵ですよね。ありがとうございます。そうなんですよね、なんかこう、うん、ちょっと切ない
こう可愛いだけじゃない、なんかこうちょっと怖さのある花柄ですよね、こちらも。昔はね、なんかこう花柄とか蝶々の柄が可愛いみたいなね、あの代名詞でしたけど、もうしばらくほらなんかこう可愛いカフェでもなんか飛び出た目ん玉が可愛いとか、なんかね本当にそっちも可愛いな、そういう可愛さもまた今あるし、あコメントでウエスト細ってねえ、それまでいらっしゃいます。さらにここに小物が入りますが、先日は、はい、あのパピコ、あパピコ色、パピコ色の、すごい大竹さん予習が来ました。あ、ありがとうございます。これもなんか合いそうね。そうですね、うん、パピコってどんな色って思ったんですけどあれはすごい素敵な限定色で、ね、あのローズピンクですね、正式名称。もうね、ジョータロライブでもパピコはみんなキョトンでしたけど、はい、あの何の色だろうみたいな、ね、はい、小物が入りますが、入ってるね、あちょっと、あはい、シックに、お花のピンクや青のポイントがいいですね。どの色の虎が来るのか楽しみです。もう立ってるだけで華やかでしょ、小竹さんは。うちょっとそういう方にしか合わせられないように合わせ方を相手しましょう、うんうん、イリーナさん、グレー好きです、素敵ですねとコメント、はい、はい、コメントいただいてます。そこにね、小物、またすごくシックな小物が今入っておりますが、あえて目立たせずにちょっといく感じですかね。すぐ完成でございます。はい。はい。あとエンジェルね。はい。すごい。いやー、この小物、チャコールグレーですか、先生。そう、小物ね、チャコールグレー。うん、はあ。どうぞ、エンジェルさん、注意する？そこに、ちょっと、ニットも。また、大竹さんの髪色ともね、そうね、シンクロしてますね。そうそう、それはね、なんかすごく今、これも小物は合わせとか、うん、小物選びにちょっと影響されたかな。あの先生も今日ピンクでいらっしゃるので。そうなんですよ、今日はね、もう大竹さんを引き立てようと思ってありがとうございます嘘、負けんとこと思ってピンクしてるけど髪色大事ですね。あ、もう早速かっこいいですねとコメントいただいてます。あ、かっこいいな、はい、いい女やった。はい、完成です。うちの段からクーかっこいいですっていうクーってまた口癖なんですけどね、段のねコメントでも入れてますけど、あーね、段も最近金髪にしてちょっと、あの堀さんが多分羨ましがってると思いますと、ね、イリーナさん、帯も好みですって、ね、かっこいいですね、うん、先生、草履も入れていただきまして、はい、いつも入れない草履入れました。そうですね、画面に全然映ってないんですけど草履が入ってます下からいける。あ、涼子さんから、枝や虎島や地紋のラインが絶妙に可愛いです。あ、よくない、うん、うん、なんかこういうちょっとなんかね、なんかカフェオレ色じゃないけど、うん、なんかうまく彼女の肌の色とかこのね、うん、お虫の色となんとも言えない、すごいモード感。ありがとうございます。いや、なんか着物、なんか着物っぽくないですね、この組み合わせの感じが。うん、そうね。なんていうの、お洋服感覚というか。そう、そうね、なんかこう、うん、着物とはこうでしょうっていう合わせ方してないしね。うん、こうすればもっとかっこいいでしょうみたいな。うん。いやいやいや。だからね、彼女してるイヤリング。ね、それもピタッとくるし。そうですね。うん。お子さんの着物は本当こういう現代的な、うん、アクセサリーとも合いますよね。そうですね。うん。
もう日だまり J さん素敵です、ダンさん美しくかっこよいですと、もうあー、アキコ黒沢さん良いですね、私好みいやでも確かにそうか、後ろもすごいかっこいいですね、はい、あーそうですね、はい、空の高谷さんも素晴らしい、さすが J 様大絶賛ですね先生、よかったよかった、もういつもより頑張ってますよ、いつもよりいつも頑張ってくださいちょっとはい、ちょっと一回写真撮りますかね、はい、はい、ちょっとその間にじゃあカフェのご紹介ちょっと、はい、しますね、はい、めちゃめちゃ大きく映ってんじゃん、それは起こして前行け前行けみたいな、はい、はいはい、あの今ですねカフェでは新ジュエリーデザートでメロゴールドとブルーベリーの、スイーツを、あの販売しておりま す, あります、メロゴールドとブルーベリーの果肉を白ワインゼリーとミルクアイス、洋梨とカシスのグレープフルーツソルベに合わせたジューシーで爽やかな風味です。このメロゴールドというのは私もね初めて知ったんですけど、ちょっとグレープフルーツのと、まあ、あのオロブロンコホワイトグレープフルーツをかけたっていうすごく新しい、まあ、フルーツのようで、あの見た目、グレープフルーツみたいなんですけどすごくジューシーというあの、はい、フルーツでございまして、でこちら、優しい、はい、今日からいやちょっとまあ、あの出てます、あそうですね、はい、昨日か多分最近ですよね、うん、昨日からぐらい、はい、優しい甘酸っぱさを求める方におすすめなグラスデザートですということで、はい、こちらは予約なしで1980円税込みで、はい、カフェでご賞味いただけます、はい、ということで、うん、はい、1回目終了しましたけど、なんか湧いてる感じ、そうですね、あのお顔が小さい、お顔が小さい、うん、すごくかっこいい、それが横にいるからじゃないの、相乗効果ですねねえ、ということで、どうしましょうかね、一回先生どうしましょう、スワ、うん、お話しします、うん、そうしましょう、そうしましょうか、うん、じゃあそのまま、はい、おかけいただいて、はい、保存だね、はい、あのまあ、うん、さっきねあの着物の話、こんな着物を作ったら面白いなとか、うん、まあ、そういう話もありましたけど、その大竹さんは今回というか、まあ、あのご紹介いただいた帯を作って初めて作られて、はい、と着るのとやっぱ作るの全然違うと思うんですけど、そうですね、どんな楽しさ難しさありました、そうですね、やっぱり帯ってこの正面に来るところと、まあ、お太鼓にする場合この後ろに来るところの柄、はい、一番最後のところの柄とか、うん、そこがどう来るかっていうのをこう想像して作るっていうところが難しくもあり、うん、でも楽しかったですね、うん、でここが横に来るので私は蝶だったので、うんうん、こう飛んでいくような、あ、横にきれいに入るように作ったり、うんうんうん、はい、そう、これ、まあ、たまたま今こう虎してもらってるので、はい、あえて僕これはね、うんうん、この虎のこの作品はあえて横向けに向いたの、うんうん、腹がこう来ても横、逆に横の方が虎ってわからない方がいいと思ったから、うんうん、あと柄が映えますよね、そうそうそう、だからね、そう、でもまあ。うん、多分ね、次やったらもっといいのができると思うね、あ、大竹さん、うん、あね、きっとこうしたらよかった、ね、ああしたらよかったってのはきっとあると思うから、で、大体ものづくりしてる人ってこういうふうにしたらできるやろなっていうのはちょっと失敗とかね、ちょっとこういうふうなことがあるとか、あれはこういうふうに置き換えたらできるとか、あ、まあね、まあ、染めるも描くのも一緒でちょっと言い過ぎかもやけども、まあ、遠からず近からずだし、うん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 、うん、まあ、帯とね、うん、染めと併用したりとかすると結構すごい面白いと思う、はい、あ、やっぱ傷型が最終的にイメージ、助太郎先生の場合はそこに向けていろいろ考えられるわけですよね、まあ、僕はそうよね、こういう着物があったらとか、まあ、こういう帯があったら、まあ、結果的にはバラバラで作るんだけど、うんうんうん、最終的に合わせてどうなるかっていうのは、う
でもやっぱりね、このスタイルもやっぱり大竹さんだからこそのスタイルだし、でもまずは、まあ、こんなんなんかアドバイスっぽく言うとなんかおこがましいしあれだけど、でもなんかね、まず自分が着たい、うん、その帯みたいな感覚で作ったら、ね、いいと思うけどね。そうですね、一番ですね。まあ、先ほどで言うと上太郎の着物があって、そこからその合う形の、うんうん、帯があってね、言っていただいたっていうのは、ね、やっぱり自分で着ていきたいものを作ろうと思って。あ、作るしかないなこれは。なんか考えるわ。そうです、ね、なんか考えるわやりましょう。ねえ、なんか考える。ねえ、あのコメントでグレージュ系の着物もう一着買おうと、うん、多分大竹さんの着姿を見て、シスさんですね。シスさん、はい、そうか、うん、ちょっと連絡先も入れておいてもらうとすごい速攻いきそうですね。あのイーリーナさんもトーンが同じでも光沢感の違いなので豊かな表情が出て素敵です、とても現代的、うん、うん、ね、あの涼子さんが上太郎先生のお着物を黒羽織合わせ、黒羽織合わせてほしいとずっと思っていたので、うん、拝見できて嬉しいです、二人ともすごくお似合いですと。なんかすごく褒められますね。ピンクにしたかった。そうですね。あとすいません、先ほどのジュエリーデザートですけれども、うん、あのうちのスタッフの鵜飼さんから、うん、あの1月29日土曜日からということなので、まだなんだ、はい、先生のお誕生日からですねと。あ、めでたい、うん、めでたい。俺だけや。あの、ね、ということなので土曜日からに あの、うん、になります。で、あとシスさんが男物の蝶のモチーフ柄も作って、いいですね、過去ありましたかね、うん、仕立てればメンズもいけるみたいなものはやってましたよね。あ、そうですね、うん、あの実際うちのスタッフでもあの、あ、ね、着てますよね、着てるのもあるし、はい、でもそれもトライしてもいいかもね、うん、メンズだったら帯とかね、あの割合が小さいからね、うん、結構面白いことしてもいいかもだし、そうですね、うんうん、そういうね、なんかお二人ともやっぱりそのなんか固定概念じゃないけど、その蝶の柄ももっとこうアレンジしようとか、うんうん、男性で蝶柄って本当ないですもんね。まあないよね、うん、普通はね。先生自身はあれですか、 あんまりこうなんていうの、蝶とか動物柄とかもあんまり着られない印象なんですけど。俺がってこと、はい、そうやね、意外と自分はね、うん、色は意外とそんな真っ赤を着たりとかしないですよね。しないよね、うん、なんか人に勧めてるからね、うん、自分は割とその辺にあったやつになっちゃうのこれ本当に。まあ、その方を引き立てるためにあえて、あ、そんな考えそんなないんだけどでもね、本当に自分のことをね、あ、ちょっと考えると邪魔くさくなるの。一生懸命こうやるじゃん、はい、で自分のことはもう頭つかむ、何でも嫌になっちゃう。あら、ごめん、言っちゃった、これ言わん方がよかった。いやいや、でも先生、でもそれが自然に身近なのことですよね。そう、でもまあ、シックは多いけどね、確かに、うん、だから白の人は珍しいよね、これ。そうですね、これも上太郎ライブの時にね、そう、選んだ。そうそう、僕がコーディネートされましてね、うん、うん、買っちゃったんですよ。素敵ですね、うん、まあそう、だからこそ黒を着たくなったのかもしれないですよね。そう、今日はね、うん、なんだかね、普段羽織り着て出ないの、うん、なんか今日はそう、ちょっと帯の合わせもね、ちょっと、うん、なんかね、大竹さんだからちょっと俺も華やかに、うん、なんか今日すごい意識されてますよね。ありがとうございます。あんまりそういうね、カラフルな帯もされない、うん、うん、ね、大竹ちゃんってでもなんかあれ、うん、こうさっき始まる前に聞いたけど、はい、例えばいろんなとことコラボをしてた、はい、この前もほら向かいのどこだっけ、フェラガモさん、フェラガモさんとの店頭の装飾で、ね、うん、ウィンドウディスプレイコラボされたりとか、うんうん、結構いろんな大御所のというかね、有名、はい、なとことコラボでもするけど、なんかそういう戦略立てるようなそういうスタッフいるのみたいな、いう人で自分でやってるっていうか、へ、すごいなと思って、まあ、本当にいろんな方からお声掛けいただいて、でもなかなかそんなにさ、うん、ね、誰かそのまあもちろんね手助けしてくれるじゃないけど、うん、そのサポートしてくれる人がいて、なかなかそれなんでしょうけど、うん、
やっぱりお金というかね、ギャランティーの話がしにくいこともあるけど、でもそうしてるんでしょ。そうですね。偉いね。すごいですね。なかなかね、もうお一人だと大変ですよね。いろんなこと、制作もされるわけだし、うん、はい、よくいつ書いてるのって言われますよね。あ、それ俺も一緒。夜は大体飲んでますみたいな。ああ、そうなの。はい、あ、俺も。パトロールしてるからね。あ、もうしっかりパトロールして、しっかりものづくりをしてるっていうのも似てるんですね、じゃあ。確かに。もう、あ、そうやったんでも、おたけちゃん。あ、そうですよ。そうなんだ。相変わらず。はい、あ、なんか涼子さんから、変化や進化、新生は、うん、水瓶座のお二人にぴったりなテーマだと思います。そうなんですね。あ、そう、星座も一緒ですもんね。そうか、そうか。うん、で大腸柄も気になりますが、お二人をコラボしたらどんな作品ができるのか楽しみです。うん、コラボ。嬉しい。はあ、でもなんかね、うん、いやコラボしたくないとかじゃなくて、なんか大竹さん大竹さんの要するに着物制作するサポートをして、うん、なんか二人展みたいなしてみたいかもね。あ、まあ、その中で一つコラボもあってもいいかなけど、ちょっと面白いかもと思うね。うん、俺は俺で、俺の例えば蝶々の柄にトライしてとか。うんうん、なんかなんとなくコラボして商品というよりか、なんか一緒に作品展したいなって感じがするね。そうですね。銀座のギャラリーかなんかね。うん、中っちさん、あ、途中から見てもうすでにご紹介済みかもしれませんが、うん、大竹さんが今お召しの着物と帯は丈太郎さんの店で売ってますか。あ、売ってますよ。そうなんです、はい、あの販売中です、はい、ぜひぜひ、はい、もうお店にあるものを今ご試着いただいてますね。え、そうですね。なんかそんなの面白いかもしれないですね。うん。うん、先生だったら何したいです？何したいです？もしもその時に。ああ、そうね。何したいかな。でもやっぱり、はい、うん、なんかこう大竹ひろ子さんの蝶々と、うん、俺の蝶々とみたいな、あ、対峙する感じが面白いような気がするけどね。2人でなんか、もちろんそれも一つぐらいあってもいいと思うけど、うん、こっち大竹さんの蝶々の世界、うん、こっち俺の蝶々の世界みたいなものに蝶々するのもいい。そこには彼女が、うん、じゃあうちの工房で僕、あのね、工場化したりとか作るサポートはするけども、はい、デザインとか作ったりとか実際書くのも彼女がすればいいと思うし、そんなんの方が彼女に向いてそうな、あ、勉強になりそうですね。うん、なんかだからね、ね、毎週ぐらい 2,3 日で工房に、うん、うちの工房のこのコーナーでやったらいいじゃんっていうふうにね、コンコンとやれば、はい、面白いもんできるんじゃない。うん、そうですね。うん、あの大竹さんのホームページに、まあ、大竹さんの、まあ、これまであのコラボしたあの、うん、コラボ先 と、その YouTube の映像がねいくつかありまして、はい、その中で制作風景とかも結構あの紹介されてるんですけど、うん、あの実際にねちょっとハケを使ってこう大胆に染めたりとか、そうそう、はい、そういうこともなさってるのでね、なんかいいのができそうですね。そうですね、うん、もう感性で描かれてるなっていうのが見てわかるような感じで、はい、あのぜひ皆さんもちょっとご覧ください。ね、なんかいつかね、はい、できればね、はい、いいですね。そうですね。なんかでも大竹ひろ子的にはなんか、うん、こういうのに今度挑戦するんだとかしてみたいんだということあるの。あ、でも本当に着物はいつかはやってみたいって思っていたので、いつかやると思いますし、ね、本当にずっと蝶の話してましたけど、はい、本当に蝶以外の作品もあるので、うん、そっちの方ももっと展開していきたいなと思っています。でも実際、あ、壁紙って売ってるの？実際壁紙売ってます。あ、はい、あ、どっかのメーカーで作って。あ、そうなんです。壁画さんっていうところから。壁画さん、はい、へー、そうなんや。うーん、そうなんです。涼太郎さんもね、壁とか、うん、いろんな特殊ファブリックのそういうのもやってるし、うん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 、ね、そのほら空間広がりますよね。そう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 、うん、まあね、僕ら着物を作ってるのはあくまで商品になるから、うん、完全芸術じゃね、うん、ないからね、うん、そのあれだけど、でもなんかこう大竹さんのもなんかちょっとそういう中間的なね、うん、その壁紙にしてみたいとか、さっき言ったみたいに、うん、なんか
商業的にもあれにつけてみたらどうだろうとか、うん、そういうふうに思わせ、俺もちょっとどっちかそっち系なんけどね、うん、そうですね、うん、この商品に上太郎で書いて面白そうとかね、なんかもうお二人ともそれぞれの分野にとどまらずにこうコラボしたりこうなんか内装されたりとか、あのそういうパッケージデザインされたりっていうのが、うん、もうまさに同じなんですよね、うんうん、だからなんかその一つのところにとどまる人じゃなくてもっと大きな表現者なのかなっていうふうに、ありがたいお言葉、はい、お前締め方な感じで、ああそうねえ、いやいや、だからちょっと今後のねお二人に楽しみだなっていうことで、あ、そうか、じゃあ今日一回だけだ、はい、あ、もう一回します、時間大丈夫、時間はそうですね、まあもう一回は急いでやろうか、もう一回、そうですか、はい、じゃあやりましょうか先生、皆さんどうですかみたいなそのなんかもう一コーデ、ニコニコどうかみたいな、はい、もう一コーデ皆さん見たいですかね、あのコメントございましたらちょっと先生がやる気になって やりそうな気配がしてますけど、あの時差があるので、そうね、はい、もうやっちゃったら大竹さん、じゃあ次テーマどうしましょうか、はい、そうですね、なんか何でもいいよ、結構今シックな感じなので、うん、なんかあでやか、あでやか、あでやか、ほうほうほう、どっちかってでも苦手な方だけどね。あ、そうなんですか。え、あでやか。あでやか先生が。うん。あ、違う？あでやか、あでやかってでもなんかこうどうん、私自身もシックの感じが好きなタイプなんですよね。うんうんうん、そうね、うんうん。先生コメントでもう見たいですお願いします見たいですって5つぐらい入ってます。はい。やるか。はい。なんか仕方ない言い方してますけど。お願いします。はい。じゃあ、あでやかで。しゃあないな。はい、あでやかで。はい。あでやか。ちょっと立っていただいて。誕生日をテーマにってどうですか。誕生日をテーマに。あ、大竹さんの。お二人の。二人の。二人の誕生日ドキドキするじゃんね。いや、先生だけですよ。俺だけ。はい、ね。全くドキドキしてません。ちょっとほな、とりあえず外してもらう。まあ。あ、こちらの、あでやかって漢字で艶って書くんですよね、だからちょっとこう派手の一言でもない艶感とこう女らしさとちょっと艶な感じなんでそんな、なんか鼻息荒くおしゃれまあ、どうしようかな、ああ今誰もいなくなって私の声しか出なくなりましたけど、あののりこ三谷さんありがとうございます、見たいですよろしくお願いしますと、あ、嬉しいですね、ご反応ありがとうございます、はい、もう誰も映ってませんけどね、え、今日は2回目のね、はい、コーディネートいきたいと思います、はい、あ、1回目のあのスタイリングもすでにあでやかでしたと、はい、あ、ありがとうございます、じゃあもっと艶やかにしないとですね先生ね、え、はい、どういきましょうね先生、艶やか、うん、今何にも映ってないのでちょっと待って、俺映ってる、映ってます、うん、ああ、ちゃんと先生の後ろ姿捉えていただいてありがとうございます、はい、艶やか、艶やか、なかなか難しいですよね、艶やかって、こう艶やか、あの意味としては女性が華やかに美しく生めかしい様、おい、あのという、あ、でも同じ感じで艶やかとも読むらしく、艶があって美しい様子、読み方で全然違いますね、うん、艶やかがテーマでございますが、あ、清水さんが楽しいねってコメントありがとうございますもうね、こんな感じで手作り感でお伝えしておりますが、生放送で銀座シックスから、はい、放送しております、はい、あ、じゃあ大竹さん準備できましたらぜひこちら、はい、俺の準備ができる、はい、そうですね、はい、そりゃ艶やか、艶やか、はい、ね、なぜ艶やかを、そうですね、私のイメージもやっぱり丈太郎さんの着物全体的に、うん、シックだっていうのはあるん
ですけど、自分自身も漆喰は割とどちらかというとそういうの好きなんですけど、うんうん、先ほどのグレーとかも大好きで、はいはい、でもこうせっかくなのでちょっと今まで着たことないものを着てみたいなっていう、はい、逆に、あと、はい、男性もの の着物でよく思うんですけど、はいはい、なんかどこかしら錠太郎さんの着物ってこうエロさがあるような気がするんですよね。いいですね。大人のエロさというか、はい、色気セクシーがすごいあるので、はい、なんかそういう感じのイメージですかね。ああ、うん、そこをちょっとぜひよろしくお願いしますということで、はい、正直言って、はい、僕が大竹さんに着せたい艶やかが今ちょっと見ると正直言ってあんまりなかったのね。ああ精一杯艶やか、艶やかだっけ、あでやかです、あでやか、はい、あでやかで変わってますけど、なら、うん、もうこれでかなみたいな、ほう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 、やっぱ最初言い訳してると思う。そうですね、なんかそんなの後ろだもんね。シスさん、ツタヤの個展は、28日まで、あさってまでですね。あと2日です。はい。あと2日。作品求められるんですよね、そこで。はい。ねえ、もう本当に6階に行くと、すっとエスカレーター上がって見えるところにございますので、ぜひぜひ、もしもお時間が間に合うようでしたら、見にいらしてください。最終日も最後までですかね。最終日も、はい、7時まで。7時、ああ7時まで。撤収もする。そうなんです。はい、やっております。うん、画面がね、先ほど誰もいなかったんですけど、ちょっと賑やかになりまして、はい、今着て、試着しているお着物はこちらが最新コレクションのアーバンベージュの、お着物ですね。バル、そうかそうか、はい。バルジェロサラサルというサラサ柄、ね、珍しい、はい、ちょっとイタリアのベネチア のバルジェロ刺繍という刺繍があって、そこから先生がちょっとインスピレーションを受けて、はい、その、 ガタガタのところですね、はい、幾何学模様のところが、はい、バルジェロサラス、バルジェロ、今年はベネチアビエンナーレが去年から延期して今年になったので、うん、行ってこようかなと思って、うん、おお、うん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 、なんかそのやっぱりこうイタリアのね、そのフィレンツェの柄と言いながらも、なんかちょっとこうこの配色とね、角度でこう和の雰囲気もあるし、うん、この水色は確かにあ、ね、それもね、部分的にこう色が入っているところと欠けているところがあるのもちょっと錠太郎らしいかなという、はい、ね、そこにさらにお花の、ね、柄がこう入っているのが、このお着物です。あ、なんかコメントで華やかとか、これも素敵だわと、はい、そうですね、うん、またね、ちょっと、はい、先ほどとまたちょっと変わりまして、艶やか、あでやかです、もうまあね、ね、じゃあ、おたつさんも ここはい、まっすぐ、まっすぐこちらを見て、はい、ありがとうございます、はい、これも素敵ですね、はい、帯どうしよう、そのまま自然に手を出していても大丈夫ですよ、はい、じゃあ同じく、バルジェロも同じ文様で織物を、織りで柄を入れて、でこうちょっと花弁のような、ちょっと抽象的な感じね、ブルーは大好きな色なので、すごく、いや本当、でも大竹さんって言ったらブルーっていうイメージがあるよね、うん、やっぱりテーマカラーにしてたりしたことがあるかな。そうですね、はい、やっぱり日本の青って群青、うんうんうん、独特な青だなと思っていて、うんうん、でも青だそうって難しいのよね。そうですよね、そう、なんかちょっとクリエイタートークって感じですね難しいのよね、青って難しい、どう難しいんですか。
いや昔からその綺麗な青を出す染料自体がやっぱりなかったっていうか、ちょっとこう激薬というかそういうものが混じってる、昔はほらそういう鉱石とか、うん、そういうものからこう抽出してこう染料にしてたから、うんうんうん、そうですよね。私が大学入った頃は普通にヒ素とか使ってました。黄色はヒ素から。へえ、あ、そうですか。すごい猛毒を使ってて、うん、そうですもう、うん、なんだっけな、赤系とかも結構危ないですよね。そう、警察に渡、警察に渡したけど、うん、そう生産カルとか多分金庫に閉めてしまった。昔それをちょっとその染料に出したりとか、より深い青色を出すよね、そういうものね。ほう、化学ですよね、うん、そうそうそう。あのね、岩絵の具もまあ鉱物 ね、はい、天然のものを、うんうん、やっぱり青はあの昔ヨーロッパだとラ、はい、ラピスラズリを使って本当に効果だった。日本だとアズライト、うん、カイトを使うんですけど、はい、やっぱり高価な石なので、あ、憧れっていう意味もありますね。あ、なるほど。あのこれ私個人的な質問なんですけど、はい、岩絵の具をこう、まあ粉を、粉というかその絵の具をお水、お水を入れるんですかね、お水、液体、にかわを入れて、はい、で指で混ぜるじゃないですか。そうですね、あの指はなんていうんだろう、 なんかこう言われじゃないけどこうお道具を使わないのって何か理由あるんですか。やっぱりあの手で、はい、にかわと、はい、粉である岩絵の具が混ざってるかどうかっていうのを肌で確かめるかどうか、あのちゃんと付着してるか、まあまあ、要するに粒子だからね。だからあの指の感覚で伝わってくるんじゃない、それは多分。皮の濃さだったりとか、はい、そういうのもやっぱりこう触るとわかる。へー、で、まあ、その濃さをどれぐらい調節するかとか、何番目に塗るかで、どうも薄くしていかないと、ちょっと三河が濃すぎると絵が割れてしまったりとか、ああ、なるほど、日々入ったりとか。そうですね、へえ、少しずつのことをやっぱり肌感覚で捉えながら、もうそういう昔ながらのやり方なんですよね。そうですね、結構日本画の描き方も、まあ、結構というかかなり古典的に使われて、そこでね、なんか指を使うっていうのがこういろんな道具が発展してもっていうのが面白いなと思って、ね、一番信じられる感覚です。うーん、ね、あー、この帯をはめる瞬間がいつも好きですと、メーテルさんありがとうございます。確かにやっぱり着物って帯が入ったりこう着物が入るだけで全然ね、イメージが変わるところが面白いですよね。ね、帯良い、良い色素敵と、りえちゃんさんありがとうございます、ね、また小物が今入ってきましたが、うん、はい、あでやかをテーマに、はい、スタイリングしてみましたが、はい、そろそろ完成ですね。どうやるな、はい、完成です、はい、いかがでしょうか。はい、あ、素敵だと思います、うん、もう本当にガラッと先ほどと雰囲気が、そうね、確かに。でも艶やか、艶やかですね、うん、先生としてはいかがですか。いや、そうね、まあ、本当はもうちょっと生めかしく行きたかったけどねちょっと無駄すぎるのよね、爽やかな。そうそうそう、ちょっと今見渡してちょっと弱音吐きたくないけど、すいませんでした。これも合わせもすごく素敵です。いや、綺麗です。もうちょっとね、なんかこう、金美なとこが入れたかったね。あ、ちょっとあのテーマからするとね、もちろんやってるんだけど、少し綺麗にまとまりすぎたって感じですか。そうそうそう、ちょっとモダンにまとめすぎたというか、ちょっとこれしかないなって感じだった。いや、でもやっぱ先生の中でこう今日の大竹さんはこうベージュやこう、うん、僕はすごいそれを思ったね、この中で、
大竹さんにしか出せない雰囲気は、うんうん、僕のこの今あるねこの店の中ではあれかなと思ったよね、はい、似合うのは何ぼでもあるのよこれに、ねはい、あれが似合う彼女しか出せないああいうタッチというモード感っていうのはあるかなと。なるほど、いかがでしたかね皆さん、あれやか、はい、テーマで、はい、やっぱりね、こうね、あの女性をね、美しく変化させたり、こうコーディネートするのは、まあ、楽しいと言ったらちょっとなんか男目線であれですけど、なんかこう、うん、やっぱりそういう人を作りたい、美しい人を作りたいとか、女性をきれいにしたいとかっていう思いを改めてやっぱ感じるね、うんうん、あの先生は、うんまあ、あのもちろんデザインもするし着物も、まあ、職人が染めたり織ったりで制作もするんですけど、うん、一番この瞬間が作ってる感じあるんじゃないですか、うん、いやそうね、うんまあ、このスタイリングまでねするのが確かに僕の特徴かな。逆に来年ねうち創業90周年なんですよね、はい、僕3代目、はい、逆に物を作ったり染めたりするのはある意味も当たり前に兼ね備えた、うん、なんていうの技法じゃない兼ね備えたもう装置、うん、もう自分に付随してもので特別なものじゃないんですよ、うんうん、だから作ってやったじゃなくてその先が本番、そうその先がやっぱりその街、うん、にね着物の素敵な女性を増やすっていう、うん、その先がやっぱり、ねうん、到達点というかそんな感じに思います。そうですね本当先生、うん、やっぱスタイリングすることが楽しいんでしょうね。そうですね、私普通にね、うん、染めなあかんとか綺麗に絵を描くとかもう当たり前でね、うん、もう90年もやってますからまあまあ言えば、ね、大竹さんもそのなんかこう綺麗な作品を作りたいというよりは作品を見た方にどんな感情が生まれるかとかこういう感情を持って作った作品をこう共感したり共感しなくても何か伝わればというところでそこなんでしょうね大事なところ、うん、そう ね, ねえいやあのコメントでも全く雰囲気違いますね、すっきりと綺麗でツヤ感あって素敵です、うん髪色が大竹さんにマッチしてます、さすがどちらもしっくりきますねと、うん、ありがとうございます、はい、もう今日はスタイリングしがいがございましたね先生、確かにね本当そうね、はい、ねえ、はい、もう僕美味しいです、ありがとうございました、ご無理言いまして今日あの仕方なく2回目やったってことですよね先生ね、もうみんなが言うからまあちょっと渋々とやりましたけど、まあ、あどちらも素敵なコーデです、さすがですね当たり前ですけどと、まあ、まあ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 もうまあね、はい、先生ありがとうございました、あのお竹さんありがとうございます、はい、あのちょっとそろそろ手作りで、はい、そろそろ時間となりまして、お竹さんここっちとかないの、はい、ございます、今回 の, あの、はい、同じ銀座スーツでやらせていただいてる、はい、あと2日となりましたけど、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、割と気楽に来れるからね、そうですね、コーヒー飲みながらみたいな感じで、うん、はい、うん、はい、6階の蔦屋書店さんのアートウォールギャラリーにて開催しております、うん、インディブルシングスを、あさって1月28日の金曜日の7時まで、個展開催しておりますのでぜひぜひご覧ください、はい、あとあの大竹さんのサイトでは、過去のコラボの動画もたくさんございますのでぜひあの大竹さんが制作している、風景もすごく素敵なので、はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。でそれとですねお店からの告知で、お店はですね、43地の伝統的テクノロジー展2月10日から13日来月ですね、あの紬のイベントを、はい、開催します。はい、丈太郎が新たに監修した今回の初めてお召しをね、そうね、西陣お召しをね、はい、作りまして、その提案もね、去年はだから三三地だったんですよ、はい、大島と結城と博多織と、はいはい、今回はそれに西陣お召しが入って四三地だね、はい、去年に引き続きの、展覧会を、あの僕ら京都、まあ、90年もやってると言いましたけど、やっぱり京都なんで染めるもの加工するものとか、うん、やっぱり丹後ちりめんが多いんですよ、うんうん、で自分もちりめんの着物は着たことあるけど、つむぎって実は着たことなくて、うんうん、結城が素敵なのよっていうのも着たことないからさ、うんうん、まあ、ただ染め加工はしたけれども、だから本当にね、はい、割とそういう産地間のこう交流ってほとんど今までなかったので、うんうんうん、そういう意味では僕らも
90年もやってる割にはね、うん、初めてこうそういう、はい、去年から始まったみたいなコラボ、うん、ありがとうございます。結構皆さんね、はい、やっぱり紬好きの人は紬、うん、ね、すごく紬ラバーいます、うん、質感が全然違いますね。あと、2月の25から27、うん、月末ですね、来月の、あの、しっかりメンテナンスキャンペーンを開催いたします。はい、その時には、あの、着物ブレインの樋口さん、過去、あの、ジョータローライブにもご出演いただいたメンテナンスのプロの樋口さんがお越しになりまして、皆様の着物、帯のお悩みや、まあ、あの、汗抜き丸洗い3300円も、あの、開催しておりまして、はい、あの、ぜひぜひお持ちください。3300円絶対お得ですよ、うん、結構そう、皆さんね、ガワッと持ってこられるんで、はい、そうですね、うん、ぜひぜひ使ってやってください、はい、はい、どちらも、予約制となっておりまして、はい、あの、またそうですね、DM にも、あの、予約サイト載ってますし、ぜひぜひ、あの、お店の方にご連絡いただければと思います。はい、はい、ここまで、はい、あっという間の1時間でしたけれども、ね、大竹さん、ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、次回はですね、あの、2月9日ジョータローライブ開催しまして、はい、この四三地の伝統的テクノロジー展の前日になりまして、うん、そこでちょっと、あの、ジョータローの紬大特集で、そう、ちょっと、はい、前の日に紹介しようかなということでね、はい、今回ちょっとそういう意味ではゲストなしで新作をちょっと公開しますということをやるのね。そうですね、うん、もう、まあ、いわゆる、いわゆる、その、まあ、紬やね、織のものを丈太郎が監修するとここまで変わるぞというのをね、うん、あの、ぜひ皆様にご紹介したいなと思ってますので、ね、うまいこと上がってくれるか、え、ま、それ心配やね、大風呂敷広げてね、そうですね、はい、頼みますって感じです、はい、先生、はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。あの、大竹さん、じゃあ、今日は本当に、お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございました、はい、はい、ではまた来週ですね、先生。ランピあ、ジョータロークラップ、うん、イエーイ、終わりです。なんか、はい、ありがとうこれありがとうございます。またね、ありがとうございます。